で、ちょっと持ってみるとわかるんですけれども、肉汁がかなり滴ってますね。どうも、食の贅沢です。今回は唐揚げを作っていこうと思うんですけれども、特に今回は2つの隠し味、それと簡単テクニックでコクとジューシーさを生み出していきたいと思います。で、この唐揚げ、本当に作り方がいっぱいあって、まあ、僕の方でも、まあ、これまでニンニクマシマシ、竜田揚げ、あとフライドチキン、まあ、いろんな唐揚げを作ってきたんですけれども、こう唐揚げをこう研究していく中で、これはすごいというその隠し味を今回見つけました。で、まあそしたらもうやるしかないということで、今回は唐揚げを作っていきたいと思います。では唐揚げを作っていきます。で、今日使うお肉、やっぱりいつもの唐揚げを美味しく仕上げたいなと思ったので、今回はグラム98円のお肉を使用します。ということで、まず鶏もも肉は一口大に、ではこの鶏肉にまずは醤油と酒、あとニンニクチューブで、ここから隠し味なんですけれども、隠し味その1、オイスターソースを加えます。よいしょ。で、あと隠し味その2として、今回はケチャップを加えます。よいしょ。で、この2つ、漬け込みにはちょっと馴染みの薄い調味料なんですけれども、実はこれがすごくて、ケチャップの酸味が肉を柔らかくして、で、オイスターソースもコクが出るのと同時に、実は砂糖が結構入ってるので、肉を柔らかくする、これら2つでコクとジューシーさを今回は増やしていきましょう。ちなみに衣の方にも後で簡単テクニックを使っていきます。ではこれをラップにかけて、で、冷蔵庫で30分ほど寝かせていきます。よし。では漬け終わったら卵を溶いて、で、ここに加えて、これに胡椒、そしてここに薄力粉を加えます。で、この薄力粉で覆った後、片栗粉でさらにコーティングする、二重構造にすることで外カリカリ、そして中はジューシーに仕上がります。例えるならば、アーモンドチョコみたいな、なんか中も外も楽しめるみたいな、この例え違う。で、そうしたら片栗粉に先ほどの唐揚げをつけていきます。よいしょ。で、粉を落として、いい感じ。で、そうしたら唐揚げを揚げていきます。よいしょ。で、今回も前回と同様に、二度揚げとか難しいことをせずに一回で揚げていきたいと思います。かなりいい感じですね。ちょっと見てみて、美味しそう。よし、では揚げていきます。すごい美味しそう。ではこれ一回切ってみましょうか。ということで、ちょっと持ってみると分かるんですけれども、肉汁がかなり滴ってますね。よし、唐揚げできました。この切った時のジューシーさがすごいですね。では味見してみましょう。ではいただきます。ジューシーさがすごい。なんか噛んだ時に満たされてる感じ、分かりづらいか、すごいジューシーなので、噛んでてすごい心地よくて、で、噛むごとにコクが出る、やばい。というわけで、今回は唐揚げにコクとジューシーさを生み出す、これをご紹介したんですけれども、隠し味にオイスターソースとケチャップ、あと薄力粉をつけてからの片栗粉、コクとジューシーさがすごくて、かつ作りやすい、かなり嬉しいレシピですので、ぜひ試してみてください。で、この動画いいなと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、あと特にグッドボタン
グッドボタンの数が今後どういう動画を出すかっていう指針になるのと、あと何より純粋に励みになるので、ぜひコメントとあとグッドボタンよろしくお願いいたします。というわけでご視聴いただきとても感謝しています。ではまた。